ハロー世界、どうも。今回実況していくのはウォーロンフォールンダイナスティ、こちらを次からプレイしていきたいと思います。私ドドチャでお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。ってことで、まあなんか連続して投稿してるっぽくなっちゃってるけど、ちょっとね、久々やったら面白いわやっぱってなってそれでね、やりたくなっちゃったんで今録画してるんですけど、ちょっと待って、あ、まだ上がんないのか。 OK、 まあ、前回はなんかヘビーの化け物倒したらなんか捕まってた女の人を守るために白い蛇かながなんか変身して守ってただけだったよっていうところで、女の人なんか助けて、で本来の目的であるね、もう都の奥潜入していこうぜっていうところかな。ということで行きまーす。オープン。この後輩ぶりは何が飛び出してくるかわからん。気をつけよ。やば、やばくないこれ。何これ。牢の水を汲んであるようだ。牢の水、悪趣味なやつめ。一体何を企んでおる。あの毒の水か、あれを汲んでんの、どういうことだってばよ。あ、上におるね。あぶねー、めっちゃ速い。あぶねえ、なかなかやるやん。開けるあるやん、ああいうのが出てくるのか。ドゥン、ちょうどいいや、レベル上げよう。はい、これ一択なんよな。ああ見えても本性は悪い男ではない。そうな、むしろ情を介し真偽にも熱い。人を疑う心さえなければ不器用な男よ。そうなんか。痛い。無事にするつもりか。なんで俺の方来たんや、びっくりしたわ。これだけかな。ここはこれだけだったら、じゃあこう行くしかないね。あ、はい、あおいや、
だあいつ、強そうだな。危ねえ。野生我慢か。下がれ。下がる。届かへん。この猛攻、相当の手だれがいると見える。それは無理よ。かあ、手を貸してやろう。何がやん、いつやん、それは。なんかさ、ちょいちょい弓打たれて。やば、もうなんでこっち来ちゃうのよ、おかしいって一生勝てまへん、せめて。痛いってお前は。何や。ほら。おい、めっちゃ痛い。困っちゃうね、そういうのさ。なんかあるわ。しょうもな。キツシ君だな。あ？なんかある。あ、ダメだ。届かん。あ、普通にこっからいいよ。これで OK だ。はい。あ、なんかおるわ。あ、これは勝負だ。で、早ぇ。Oh yeah. めっちゃ早かったわ。あ、旗がある。立てようぜ。あ、外もつながってんの。もはや人の住みかはない。妖魔の巣だ。早く頂上を捉え、薬を抑えようぞ。なんか出たよ。あっ、お前、ほら、落ちたわ。あー、てこい、こら。どうした？あ、ほっといても大丈夫か。ままならぬものよ。こんなところで終わるわけにはいかぬ。また借りができたか。
あれ、やられとる。そんなバカな。うわ、またこっからだ。ここきついんだよな。痛い。こっちもあるけど、いや、先んとこ行ったよ。よし。なんぼのもんじゃい。はい、危なかった。でこれはこうなの。足を下ろして、この上はなんだよ。旗がある。あ、中出た。おいや、旗立てまして、なかなか強いね。いいじゃない。お、これでどこにつながる。どここれ、なんかすげえとこ来たけど。あ、はい、なんだって。オーマイガッド、やられたぜ。またこっからや。まあいいけど。はい、
歳ですか。こんなのお前だー。たまん、はい、よっしゃーん。おいや、1個しかねえぞ。気をつけて進まんと。おーイエーイ、ドン。じゃあレベル上げる。これ上行ったらどう？あ、いけるの？ここもいけるけど。もうない。なんだこれ。あ、ちょっと待って、なんかあったの。はい。降りまして、なんか洞窟？あ、旗じゃん。やった。旗に繋がってた。いいね。で、戻る。はいはい。矢がすごい。痛い。やば。敵多すぎなんだ。どっからそんな集まってきたの？ほんまやで。やば、それは無理。どっからそんな集まってきたんや。はあ、つえ。手を貸してやろう。何がやねん。何を言うとんねん。持ちか。オッケー。やI'm sorry.
甘いぜ。すごいぞ。泣いてー。よし。あれか。で、こっち行くとなんだよ。黄金の乱後も戦火は長引き、地方の諸侯までもが不穏な動きをしている。うん、再び聴覚のような男が現れる前に急がねば。なるほど。こうつながってるわけだね。オッケーです。じゃあここはこう戻っていこうかな。さてどうしたのかな。まずあいつ。ここ上に登るか。あ、抜け殻やん。ちょっとあいつにリベンジしたいな。カモーン。はい、リベンジじゃん。やったぜ。こんなところで終わるわけにはいかぬ。で、こうなんとか。なるほど。これやりたいけど、どれだ？ここは登れんか。しゃあない。これは？あ、いいじゃんいいじゃん、使おう。やったー。6回まで使えるようになった。あれどうやって行くの？届くもんなんだ。落ちたけど。
上におったんか。ちょっと厳いな。いっか、大したもんくれねえだろ。はい、あ、おる。あ、こいつか。こいつをやりゃいいんだ。でもこれあっちこっち行ったりする可能性あるから、周りの敵をまず片付けよう。この人とか来んかな。 U ターンした。早いわ。はい、まずやって、こやつなかなかできるようだぞ。わかる、見れば。相当の手だれがいると見える。急に来たね。やれ。ここで果てるか。調子よっしゃ。また借りができたか。お、なんかいいもん拾った。押して片付け。あれ、ちっちゃい旗1個逃してるっぽいな。あれがすげえ気になるんだ。あ、気になるんだ。うってって、ブーン、取れない。あ、ちょ、あ、待って、今ちょっと取れそうって、ワンチャン、あ、いけるもの。やったぜ。結果しょうもないもんだったけど、よかったわ。はぁ、で、ちょっと右足が痛い。硬いとこ乗せすぎ。White plates。はいはい、お待たせしましたよっと。星音がなかなか出んね。もう妥協しよっかな。ん？おう、いや、これは違うな。27。ちょっと待ってな。これプラ1だからじゃないのって感じはするけど。そうだね、プラ1だからって感じはするけどな。この辺は重いしな。まあ、そうね。スタジュースか。こっちの方がええんかいな。ちょっとやってみっか。軽いしな、何より。じゃあ、レベルアップして、多分ボス戦かな。行ってみましょう。レッツゴー。あ、違った。レッツゴー。やっぱボスだ、これ。ムービー入るぞ。なんかこの忙しい時に何用じゃ。何用じゃないんだ。長城殿、
怪しげな薬をルフしているのは貴殿ですな。もはや言い逃れはできませんぞ。すでに妖魔と化しておったか。礼儀をわきまえるやつよ。土産もなしに勝手に乗り込んでくれとは。うわ、増えた。おじいちゃんぜ。代わりにそなたらの気をいただこうか。笑っとる笑っとる。どれ？目を疑っておるのか。夢ではないぞ。周りからやった方が早い。待って、すげえ強い。周りからやった方がいいだろ。危ねえ。それぞれが実体ある上に、はい、むずこ。知っとるわ。あ、一体倒す。周りがひどい。ああ、なるほど。周りをどんどんやっていくと、あのガードゲージみたいなのが消えてって、ひるみやすくなる。これだけ体力出てね。あれ本物か。本物はまだいい。いった。強くないんですよ。この猛攻、相当の手だれがいると見える。さあおじいちゃん、お前だけだ。飛んだよおじいちゃん。うわー、はい、おらー、気をよこせばよいもの。おらー、何これ。危なっ。くそー、こんなはずでは。まだ弾薬が足りぬのか。なぜじゃ大詰めを破れるというのか。薬の価値も知らずに、ようものこのこと。やべ、また分身出してきた。あとちょっとなのに。うわ、いって本体叩いた方が早いかな。無理、それはダメ。また借りができたか。曲がらぬ模様。待て、おかしいおかしいおかしい。どこや。そっか。対戦を勝てとすればな。ふぅ、おじいちゃんと強い。
ひるめ。あれ、あ、やったぜ。なんか倒したわ。なんか逃げた。お前か。なんのつもりだ。待て。望みは金か宝か女か、弾薬かなら半分やる。あ、これだけあれば千年の帝国も築けよう。何者かに先を越されたようだ。これより天下はさらに荒れることになろう。これも天意か。よかろう。ならば戦い抜こうではないか。乱の日が絶えるまでな。なんか赤い。一回の信たる身の上に甘んじるはこれまで。艦長すでに凋落し、天下を治める力なし。なれば我こそが悪しき旧態を打ち破り、世に安寧秩序をもたらさ。今より求めるは清濁問わず最略のみ。共に修羅の道を歩みたくば、いつでもこの勧誘を尋ねよ。炎をまといて天へと飛翔しようぞ、朱雀のごとくな。おい朱雀。でもこれきっと赤でしょ。戦は近いぞ。本所と共に準備を急がねば。猛徳、ようやく腰を上げたか。俺たち兄弟の出番がやっと回ってきたな。ていうか一発クリアだね。やったぜー。ふぅ、強かった。もうやられるかと思ったわ。お、長女を亡き後、弾薬は忽然と消えてしまいました。時を同じくして非道を厭わぬ董卓が強大な兵力で都を制圧します。袁紹と曹操は董卓と弾薬のつながりを疑い、これを討つべく立ち上がりました。二つの小生に導かれ、あまたの輝きが集結し、全18軍にも及ぶ反董卓連合が結成されました。お、戦じゃー。うわ、化け物や。もうやばい。
けない。貴殿は高尊さんの配下、趙雲と申す。あ、趙雲だ。あのじじい。本庄、勝てるぞこの戦。うん、将軍、今こそ奸賊董卓を討て。総攻撃だ。いつぞやの。こたびも存分に手柄を立てるがいい。敵も強兵でな。高尚と申したか。お主は怪我人の救護に当たってもらえぬか。弾薬とともにビューに逃げろと。はっ。この呂布めが敵を止め時を稼ぎましょう。呂布、任せたぞ呂布。ほう。あ、こっからなんだ。もうすでに死体が凄まじいことになっとくけど。あ、話せる。すごい数の怪我人のようね。手当ては私に任せて。怪我人、孫権殿がこの先で奮戦されていると聞いたわ。うん、あなたなら駆けつければ力になれるかもね。長城の元から消えた弾薬、行方を探るには再び洛陽に行くしかなさそうね。長城の元から行方を探。あなた方が去られた後、洛陽は大きな波乱に見舞われました。董卓という男が武力で都を占拠してしまったのです。董卓がなぜ急に力をつけたか、理由は定かではありません。弾薬だろ。この孤狼艦は洛陽につながる道を塞ぐ関門。董卓の兵は必死の防戦の構えです。董卓を甘く見ては痛手を受けましょう。うん、お気をつけください。気をつける。怪我人って騒ぎじゃねえだろ。あ、大雨だ。とりあえず能力上げて。あ、なんか移動にマークがついてるから多分サブミッションかなんか出てるのかな。といったところで今44分。今から何かやったら多分1時間超えちゃうな。じゃあこんぐらいにしとくか。はい、ということで今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。それではグッバイ世界、またねー。